尊い命が生まれた阿蘇の天満たち、そしてまた大切な生産施設が大きな被害を受けた工場、そしてまた被害を受けた道路等や橋、また家屋等を目の当たりいたしまして、改めて被害の甚大さを実感いたしました。そしてまた困難な避難生活を強いられている皆様から切実なお話を伺い、改めて安心して暮らせるその生活を取り戻せるように全力を挙げなければいけないと決意を新たにいたしました。まずは応急仮設等のですね、建設に全力を傾けて住まいの確保を図っていきたいと思います。そしてなりわいの再生も大切でありまして、昨日水産動植物の養殖施設の普及事情そうですね、特例措置を講じることを決定をいたしました。できることは全て行うという姿勢で、なりわいの復興に全力を挙げてまいります。大変心強いですね、お言葉をかけていただきまして、本当にこの上ない希望が湧いてきたということでございますし、何よりも社員が非常に元気づけられましてですね、ちょうど1ヶ月経って大変疲れているところだったので、大変良かったなと思います。はい。